僕は役持ってるんだよね。何？すぐ言って。何？まあ言わないと釣られちゃう。すいません。10秒で切れるからそれまでに飛んでくれ。わかりました。じゃないとお前を切るぜ。飛びます。5、4。なかなかやりますね。クルメでやりますね。いいじゃないですか、いいじゃないですか。やるのか。あれインポスター殺してる。なんか人外同士で殺し合ってるだけだからね。目の前でハリセン出されたから。ポンズなんだよお前その。いやでもそうなんだよね、ハリセンで飛んじゃうから。まあ飛んじゃうからさ。もう感触起こさ。俺の爪をつば…な…何ですか？何ですか？ダメです、やり直してください。ダメです、ポンズさん。ダメです、やり直してください。来ないでください。ダメです、ダメです、ダメです、やり直してください。うまく編集…うまく編集するのでちゃんとやり直してください。ポンズさん絶対ダメです、絶対ダメです。今のは許せません。ダメですよポンズさん。俺のあの僕勝ち込むんで。俺の翼を潜るやつはいるかね。潜るって潜るって潜る。うん、噛んだ割には大したこともないやつ。俺の翼をもげるやつはこの船にはいるかな。そうだな。いなくなった。選ぶるなポケモン波動砲よーい。電気タイプ。え、うん、怖い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 。手で治るの早。波動砲ならないな。ならない。これサイドキック説あります。サイドキックじゃない、これ村長に渡されてる説あります。波動砲これありますよ。なんかさっきやり取りしてましたよ。これ村長に渡されてる説あります。これあるね。だってキルボン起きてないわけですから。ちょキルボン起きてるか確認しましょうか。じゃあ一旦ね。うん、あーなるほどね。確認するかみんなで。一旦確認しようよ。キルが起きてるか起きてないか。ミサトラ死んでる。なんなら真ん中にいた。なんだそう。先に突く。僕を疑わないでください。いいですね。でもだいぶ前に頑張るね。僕これあの。すっごい情報落としますよ。お、何ですか。メインホールにいるんですけど、はい、メインホールの右下の弁当があるじゃないですか。うん、弁当のところにランちゃんの遺体があったんですね。え、右下の弁当って何。メインホールの右下の弁当。あ、ごめん、左だった、左だった。落ち着いて、左。あなたですよ、落ち着くのは。落ち着くのはトッシーさんよ。左下の弁当の一番下にランちゃんの死体があったんですけど、うん、僕の間違く今いたのが多分瀬戸ちゃんの声がしました。メインホール。おっと、絶対違いますよね。メインホールめちゃくちゃいました。そもそもそうですよね。複数人いたので。あ、ちなみにね、停電開けてちょっと経ってバイトル見たらもう死んでたから、もう 2,30 秒ぐらい経ってる。死んでから。ほら、そうじゃあ直近は絶対ちゃうやんけ。じゃあ絶対に違う。よかった。え、したよった。え、待って待って、瀬戸さんとポンズさんと私でさ、メインホール通過したけど光んなかったよね。なんもあのね、入らないと出ないんですよ。これメインホールの左下の僕タスクがあったんですよね。なるほどね。多分ペンギンでしょ。ちょっと引っ張られたってことだ。ペグウィンだね。あ、そうだそうだ、それです。あ、それです。光んないっけ。光んない光んない。あのね、僕もベンチャー下だったら絶対光んない。まあベンチャー下です。下だったらね、白い。わかんないもんだね、意外とね。これ結構わかんないな。確かにバラバラ。あの一つわかることは、そう、波動砲はクソチキンです。それわかります。確かに打ってねえんだよね。クソチキン。大チキン。大チキン。それか、ね、このチキチキ波動砲です。このキルはね、マンサヤとナズピョンは僕から白打てるよ。あ、打てる打てる、僕も打てる。マンサヤ打てない。あのバイタル見た時にマンサヤがいたから。うんうん、あ、それはいた。あ、うん、まあ、ポンズは無理かな。まあそれはそうですよ、もう無理ですよ。白白。え、ポンズさんから私白出ない？
出ません。残念。怪しい人がいたんですよ、皆さん。あれ詰めちゃったやん、今日これって言ってたりの。皆さん一人怪しい人がいましたよ。誰ですか。言って言って。ランタソーって言いながら走ってるフラミンゴがいましたよ。フラミンゴ。お前か。おい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 。二票。二票。チャゲポヨやん。チャゲポヨやん。それもう。計算やこれも。ちなみにシェリフもらったんで飛べなくなりました。マジ？そんなことある？嘘やん絶対お前。本当に？そんなことあるかな。ちょっとな。どうしたの？どうしたんだい？フラミンゴが怪しいのか？ランタショーがさ死んでたんだよ。すんげーしゃくれてる。あーすんげーしゃくれてる。おめえもかい。ランタショーが死んでたからよ。カメラ見に行ったらよ。あーすんげーしゃくれてる。エンジンでよ、ランタショーって言いながら走ってるピンクのフラミンゴがいたんじゃよ。もうランタショーじゃなくてランタショー言うてるやん。もうこいつ怪しいよね。マジマジ。あーもう聞こえなくなった。あーこれでキュイーンってなって終わりだ。キュイーンってなってズドーンでバーン。マジで鉄砲撃て。撃てよな波動砲な。撃ってきた。終わった。ついてる。シャワー怪しいぞ。えあシャクレおじさんが。シャクレおじさんは波動砲に。シャクレおじさん。シャクレおじさん。シャクレおじさん。シャクレ。ようやくチキンが動き出したか。動き出しましたね。チキンって言われてもう焦ってんじゃん。これ通信室の前の通路ど真ん中一本筋です、うん、いや一本筋が通ってたね。うん通す筋。これ誰だこれ。レレイチャゲポヨハッチャン無理やね。ナイス3人無理。シャワーに誰。そこだ。あじゃあここにいるわ。あそこだ、うん、シャワーにだ。メインにも位置ついてたよ。メインは俺だ。お。てかまあ通信室いつだ組は無理だな、絶対に。無理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 。ポンズ、生徒、忘れた。サンシア。サンシア、バブルケーキ。サンシアのスピョン、バブルもいたな、バブルも行って。他はどこにいるんだい？エレキにいる。おい、今年マンガやらしいぞ。アーカイブ見てるからな、しっかり言えよ。ミーティングルーム1。ミーティングルーム 1?イエス。トッシーさん、ミーティングにはついてなかった。嘘。ミーティングルームオンリーワン。ミーティングルームオンリーワン。嘘だよ。オンリーワン。え？ネギはついてなかった。いやいや、君たちおかしいよ。目が。目が節穴じゃん。ガバガバじゃん。じゃん。あと誰だ？あと誰だ？あと誰だ？マンサヤ。廊下。廊下。廊下どこの？大体廊下。どこの廊下？大体廊下です。廊下に名前ついてるだけなんだよな。あれか、ハジヤマと一緒にいたってこと？いね、廊下。おい誰がお前おじいちゃんじゃん。お前俺。どういう方の廊下が？助かります。助かります。あれじゃあ廊仕切ってるからもう。この三人だけ？マンセイトシン京子だけ？でも僕は役持ってるんだよね。何？すぐ言って。匂わせて、匂わせて。まあ言わないと釣られちゃう。まあ、なんだこれ。アルマが何のいないよ。何それ。いやいや。めめやった。匂わせるか言ってるやんもう。じゃあ京子マンサイのどっちか、まあどっちもシャワーにいたって認識かも。シャワーじゃないよ。なんならどっちかがね、サードキックあるよ。絶対無理。してる説ある。どっちさどっちの？どっちか親を狙い撃て。どっちだ。チャゲポだろ。どうなったな。こう狙うんだろう。こだこ。こっち。こっちが。こっち。サンシアニさんは何？サンシアニさんは何？もうもはや何？マジマジでもらえよ。マセ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 。マセ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 。マセ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 。こんないらないこんないらないいらないいらない。マセ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 。マセ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 どこだ。マセにもらえないと。マセにもらわないと。やめろやめろ。俺のだ俺のだ。マセにもらわないと。マセ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 にもらわないと。もらわないとこれ。マセにもらわないとこれ。マセ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 どこ。マセマセない。マセこっちだ。マセマセマセどこ。マセ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 ラッパラッパ来たラッパ来た。あっ
あっぶねえ、マジであっぶねえ、あっぶねえ、マジであっぶねえ、マジで死ぬとこだった今、怖いよー。ここでも誰も死んでない、チェック。こっちだ、マサイ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 、何が起きたんですか。マサイ、ちょうだい、ちょうだい、カードホーちょうだい。なになに、あなたが犯人です。すごい、あの決めつけがすごい。え、この街ってそんな感じなんですか。でもこの街、まあ村じゃない、まあ、もらえなかった奴らは入れるだけでいいからな。どこでやってる。俺も今もらえなかったんだよな。無実なんすよね。え、三者どこで満載が打ってたんだい。え、わかりません。え、なんでだよ、もらってるな。え、じゃあなんで犯人だって思ったんですか。確かに、くれたからですか。僕じゃなくて誰かが犯人って言ったのを勝手に、うん、言ってただけです。もう投票までしてる。そうやって人の意見に流されるんだ。これ三シアまで繋いでるまでありますよ。あるね、三シアサイドキックもらったな、お前。お前、いや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 、冷静に考えてこの中で僕に渡すわけなくないですか。だってまあそれはそうか、最初に咲いたのね。確かに、確かに、じゃあマンシアさんでいいんじゃないですか。そうだから、いやいや、最初に湧いたの俺と三シアだよ、あのマンシアの近くに。じゃあもうどっちかがめちゃくちゃ怪しいんじゃないか。だから俺一人怪しいやつを見つけてるぜ。え、俺とポンズはな、キッチンでギリギリ避けたんだよ。ギリギリチョップでした。はい、ああ最後なんか診察かなんかセキュリティあたりから撃たれてんだよな、左側に。じゃあ絶対に俺じゃねえじゃねえか。うん、え、まあそれだったら満載撃てねえよ。え、いや、瀬戸ちゃんバブちゃん違うよ。そしたら診察からレレイさんが出てきた。レレイさん、俺はずっとバイタルを見てたぜ。でも誰も死んでねえぜ。怪しいやつ見てねえのか、レレイさんな。そこら辺で犯人は撃ってたはずなんだ。まあ、確かに。ずっとバイタルを見てたからマジで何も見てないぜ。セキュリティさん絶対殺すまんだったよね。セキュリティ絶対殺すまん。こら、あなたが犯人です。いやー、え、万世どこにいんの今。俺ペコペコ昇降機で渡ってきたところ。ペコペコ昇降機、誰が見てんのかその姿。いや、それマンシュその話信じる。でも最後マンサヤ上がってきたよ、ミーティングに。え、そうだ、上がってきた、上がってきた。石油から撃たれてるこれ。全然マンシュじゃなかったのじゃ。じゃあ違うじゃないですか。危うく俺のは、そうはだけど、これはじゃあ無理なとこどこだっけ。夏ぴょんぽんず、うん、無理。キッチン通ってるんだったらマンサヤチャゲも無理だよ。はっちゃんやできちゃうじゃん。じゃあはっちゃんバブル、最後、最後ミーティングにいたやん。瀬戸はミーティングにいるから、ここもレレイさんしか残ってない。レレイさんだとしたらレレイさんからもらえるのって誰っていう話よね。夏ぴょんだろこれ。夏ぴょんさんでしょこれ。この前にサイドキック渡せ。誰だよ、夏ぴょんだろこれ。俺クルメイトだって。スッ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 。そうだよ、これだから。出せません。お、この気合のボタン、この気合のボタン無駄にしないでください、はい、でも1秒で作れるんで子供は。え、いや10秒っすね、今日確か10秒だったはず。ということは15秒経ってます。でも夏ぴょんね、サイドキック渡してこなかった。いや、渡せてこなかったんじゃなくて渡せなかったんです。説はあるね、10秒だったら。15秒経ってます。いやいや、僕数えてました。いや、あの僕の右下に残り15秒って出てるんで15秒経ってます。右下？え？右下？ああ、瀬戸、言ってやれよ。ナスピョンはもともとプチョヘンザニキだったんだ。ヘンザニキ、ヘンザニキだったけどよ、もともとプチョヘンザニキ。あのミサトランが止めなくしたんだ俺を。ああ、もう、ああ、脚力を思いだんだ、飛べない恐竜なんだ。プチョヘンザをブロック、プチョヘンザブロックです。ヘンザブロックだ、プチョヘンザブロック、ヘンザブロック、ヘンザブロック。いや、バブルケーキがずっとナスピョン怪しいっつってたからさ。ああ、どうなってるんですか。言ってたじゃん、おめえが先に言ったんだぞ。ナスピョン、ナスピョン怪しいって言ったことだよ。だいぶ、だいぶ言い方の熱動がすごいですよこれ。でもポンズも熱動した今言ってたじゃないか、ジャンプダンサーだけどもらったからできなくなったって。俺、え、本当だよ。俺、お前最初言ってたじゃねえか。僕ポンちゃん飛んだの見てたよ。え、俺、あ、俺違う、俺、いや、ジャンプダンサーじゃないよポンズは。ちなみに、あ、プテラノドンです。プテラノドンね、プテラノドン、うん、
あーはい、すいません。でも飛べなくなったって言ってなかったと。あー適当です、飛びます。適当だったんかー。じゃあ飛んでみろよ。あー飛ぶ、飛んでよ、飛んでやるよ。じゃあ動揺はすごいな。動揺してる。動揺がすごいな。でもこれピョンちゃんつったら終わるんじゃないですか。じゃあおかしいだろ今は。なんか誰も聞かないのこれ。一巡回った。もう全然思考が止まってます。まあでもサイドキックもらってる線はありますからね。えさっき右が空いたの誰。うん、でもね、うん、もらえるとしたらギリギリでもらってるしかないんだよ、ね、アスピオン。でもそんなことするわけないと思うんだよね。だからもらえるとしたら、もういやだからレレイさんが波動砲だったら、うん、10秒で渡したら渡してから打ってそうじゃない。そうだから渡してから打ってそうだからアスピオンじゃないと思う。打ってから渡さないと思うから。多分貨物とかねラウンジとかアーカイブにいるやつがもらってんだよ、うん、これ今日ガチ考察やん。それでいてアスピオンに4、うん、さあ、夏ぴょんさんにすべてを任せればいい。本当はもう飛べないんだけどね、俺。おい、飛んでみろよ、お前。翼をもがれちまったんだ。飛ばかったらすぐ切ってやる。え？あと10秒で切れるから、それまでに飛んでくれ。わかりました。じゃないとお前を切るぜ。飛びます。5、4、さあ。お前真ん中行きます。そうだ。どっか行け、どっか行け。切って、撃つ。いやーなしなし。だが、しかし、わーはぐちゃん見ちゃった。波動砲無理なのが8夏3シアマンサや。でもハッちゃんはスラッカーです。ハッちゃん3シアがスラッカーね。うん、まあここはスラッカー対抗や。対抗です。セットボタンだから絶対波動砲ないじゃん。僕は通報してます。ジャポンズや。おい夏ピョンマンサイどっちかか。え、4人でいんの。そんなわけないでしょ。いや今4人でいる。うん、あーむずいねこれ。三人会三試合は釣れないのかこれ。これはっちゃんを釣ると波動砲釣った方が早い気がするけどな。波動砲釣ったらでもサイド仲間がめっちゃ来るから。八山と三試合が対抗してるんだよね。完全対抗ってことはもう僕目線では夏病満載のどっちかがまあ波動砲なん で、うん、でどっちかがサイドキックでしょうこれ。で生徒がボタンなんで波動砲鳴った時にいたもんね。だって夏ピョン武器庫に、うん、あれ今武器庫にいたのだよな。モンセは僕はあどうぞ。モンセはいた武器庫に。モンセは夏ピョンとぴったりだったよ。あそう、うん、マンサイと一緒に直したコミサボ、うん、あじゃあやっぱりポンズしかいなくなるんだけどね。いやこれね あれなんだよ、うん、俺とチャゲプヨってさっきさ15秒ずっと一緒にいたって話してたじゃん。うん、だから15秒って多分渡せてんのよ。はいはいはい、はい、1個前のターンでポンズと一緒に湧いてるやつが怪しい、うん、それ僕と誰だ。サンシアと湧いてるから怪しくなくね。俺の言い分サンシャは まず絶対スラッカーね。サンシャは夏ピョン満載見てる。え最後にチラッと満載見てない。八山も見てないの。いや俺は、うん、だからこの4人はもう波動砲鳴った瞬間にいたから、うん、絶対違う絶対違う。セットポンしかなくて、セットがボタンを押してるじゃポンズしかないの。あじゃあそういうことで八山、うん、どうしようね。これだからポンズつって夏ピョンサンシャキッうわむえどうすりゃいいんだこれ。わからんけど。八山八山八山。八山人海八山人海八山。ああ八山が人海。これは八山が人海。人海八山八山が人海。人海八山八山が人海。さあこれで
陣外八山、八山が陣外。どうなる？切ってやれ。渡せだ。八山以外に渡せ。ああ任せろ。さあ無限に。開け。強いね。走やれ。お前な怪しいよな。待て。待て。負けるぞ。ワンちゃん負けるぞ俺ら。はい。やめろ。やっすぐ間違ってる。どうすんの？渡せ。勝った。やったー。ナイスー。あ、そうか勝ちか。そうだ、これでいいんだ、これで。そっか、これでいいのか。これでいいのよ。もうこれで終わりか。これでいいんです。そういうことよ。これちゃん。まあよかったわ。まあよかったわ。初めて無限。やっと無限ジャッカルで。ようやく。ちゃんと無限になったわ。びっくりした。うん、最初のキル絶対瀬戸さんだと思ったわ。嘘。あ、聞こえない。無限ジャッカルだ。ちゃんと。びっくりするぐらいジャッカルおったな。ねえ、ナイスでしたね。いや、素晴らしいっすね。